人工知能、それが世界をどのように変えるか。 AI、 人工知能はすでに世界を変革し始めており、今後もそうし続けます。 AI は医療、金融、運輸、製造、法律などの多くの業界に革命を起こす可能性があります。 AI は人間には不可能な規模と速度でデータを分析及び解釈できます。AI は複雑な問題を解決し、意思決定プロセスを改善するための強力なツールです。AI はチャットボット、自動運転車、画像と音声認識、製品開発、推奨システム、及び詐欺検出に使用されます。AI は医学内のパーソナライズされたサービスを提供するのに役立ちます。AI の使用は倫理的ですか？ AI の使用の背後にある倫理は間違いなく議論の余地があり、状況的です。プライバシー、離職、偏見、意思決定において人間が果たす重要な役割に関する社会的懸念により、AI 出力の客観性を確保する必要性が生じています。AI の主なメリット。新しい製品やサービスの開発、既存のプロセスの改善、革新と成長につながる新しいビジネスモデルの作成によるイノベーション。潜在的なリスクを検出し、予防措置を講じることにより、輸送、医療、製造などの様々な業界の安全性が向上します。大量のデータを迅速かつ正確に評価することで効率が向上し、企業や組織の時間とリソースの節約に役立ちます。より複雑で創造的な仕事のために、繰り返しのありふれたタスクの自動化は時間とリソースを解放します。大量のデータを分析し、パターンや異常を検出することで、医療診断や不正行為検出などの様々なプロセスの精度が向上します。データ分析に基づいた貴重な洞察と予測による意思決定の強化。個人の好みやニーズの評価を通じて製品やサービスをパーソナライズすることで、顧客の満足度やロイヤルティも向上します。人件費の削減、コストのかかるエラーの回避、効率の向上を通じて、個人、企業、組織、政府のコストを節約します。AI がどのように革新的な AI が社会全体にマルチベネフィットを提供することに向けているかを見るのは簡単です。AI について詳しくはこちらをご覧ください。ユダシティ AI、機械学習、データサイエンス、ロボット工学のコースとプログラムを提供するオンライン学習プラットフォーム。講師ら、AI と機械学習のコースと専門分野を提供するオンライン学習プラットフォームで、世界中のトップ大学や機関の専門家によって教えられます。EDX、AI、機械学習、コンピューターサイエンス、データサイエンスのコースとプログラムを提供するオンライン学習プラットフォーム。テンサーフロー Google が開発した機械学習に関するチュートリアル、ドキュメント、およびその他のリソース用のオープンソースソフトウェアライブラリー。オープナイ、すべての人のために安全で有益な AI の開発に焦点を当てた AI 研究組織、オープナイウェブサイトでは、AI とそのアプリケーションについて学ぶための記事、研究論文、その他のリソースを提供しています。IBM ワトソン、AI アプリケーションの開発と展開のためのチュートリアル、ドキュメント、
その他のリソースを含む様々なツールとサービスを備えたオンライン学習プラットフォーム。興味深い革新的な新しい用途、AI による法制度の改善。AI が大量のデータと情報を使用して、非常に効率的かつ効果的に法的ケースをレビューできることを聞いて驚くかもしれません。AI は法的研究と意思決定の両方で弁護士と裁判官を支援することができます。すべての訴訟の重要な側面の一つには発見が含まれます。AI は訴訟において関連する電子情報を非常に迅速に特定し、法廷内で発見して使用するための重要な発見を行うことができます。これは AI アルゴリズムが電子メール、文書、その他のデジタル記録を含む大量のデータを分析して、関連情報を特定できるためです。AI は契約やその他の法的文書を確認して、潜在的なリスクと矛盾を特定することもできます。AI 予測分析は、弁護士が法的データのパターンと傾向を発見することで、同様の事実と法的問題を伴う過去の判例に基づいて訴訟の潜在的な結果を認識するのに役立ちます。この点で AI は研究された他の症例との類似性と相違点に基づいてケースの結果の可能性のある結果をリストできます。AI は人間の判断と専門知識に変わるものではありません。前述したように AI はバイアスを受ける可能性があります。これが社会が提供されたデータと事実に関する人間の確認、承認、及び決定を常に要求する理由です。弁護士と裁判官は、かけがえのない経験と専門知識を持っています。AI がなければ、弁護士と裁判官は常に過去に不利益を抱いてきました。彼らの仕事は、しばしば顧客と納税者に、過去数年の長い法的手続きを伴う法的な法的費用を効率的に犠牲にしています。あなたは、不可逆的な深刻な影響を引き起こすが、5年以上後に解決策を得ることができる犯罪または事件に苦しむかもしれません。法外な量のデータを効率的に分析し、判例に基づいて合理的と思われる結果を見つけ出し、かけがえのない経験と専門知識に基づいて意思決定を下すことができる法制度は、倫理的によりタイムリーな解決と当事者の救済を促進できる革新的な概念であることは間違いなく間違いありません。関与した。人間の判断と解釈はかけがえのないものです。どの当事者も議論すべきではなく、タイムリーな解決はすべての人々に利益をもたらします。タイムリーな解決は特に人類に利益をもたらします。事件のタイムラインを早めることにより、システムには将来の事件に適用できる、より多くのデータや事例研究が含まれるようになります。したがって、常に進化していることが知られている法制度がさらに早く進化することが可能になります。社会はこの恩恵を時系列的に早い段階で享受することになるでしょう。目に見える進歩を確認するのに数えきれないほどの年月を費やす代わりに。レベルアップ with アリシュンマヒン YouTube チャンネルへようこそ。私は世界中で情報を共有することで、あなたの生活や他の人々の生活のあらゆる側面を向上させることに専念しています。ここではビジネス、
金融、健康、人間関係、愛、その他の無数の重要なテーマに関する最高の洞察を提供することに取り組んでいます。私たちのコンテンツは単なる情報ではありません。それはエンパワーメントについてです。私たちは知識を共有することで、誰もが新たな成功と充実感の高みに到達できると信じています。私たちの特徴はグローバルな展開です。私たちのメッセージが多様な聴衆の心に響くよう、13カ国語でコミュニケーションを行っています。あなたの言語のプレイリストアルバムを検索します。あなたのサポートは重要です。すべてのいいね、コメント、共有、購読が共有された知恵の力を通じて生活を豊かにするという私たちの使命の原動力となります。私たちと一緒に自己改善と集団的成長の旅に参加し、一緒に周囲の人々の向上に貢献してください。ご静覧ありがとうございました。近いうちにまたお話しできればと思います。